こではない、遠い遠い森の奥、そこにはとても不思議な住人たちが暮らしていました。これは不思議の森に住む一人の女の子の小さな冒険の物語。確かこれを入れて、こんな感じだったかな。あとはかき混ぜるだけ。やれやれ。メルヤ、お主また勝手に錬金釜を使ったのか。しかしそうじゃの。お主も薬屋の娘としてそろそろ薬の調合くらいは覚えないといかんな。はい。よかろう。ではまず魔法薬学の成り立ちから覚えていこう。わしら錬魔術師が使う錬魔術の根源は中世の錬金術じゃ。錬金とは金属に限らず様々な物質や人の肉体や魂をも対象として、それらをより完全な存在に錬成する試みを。まずは森で薬の材料を集めておいで。はい。材料はメルが自分で選ぶんじゃ。材料が揃ったと思ったらわしのところへ持ってきなさい。お主の選んだ材料でどんな薬が生まれるか試してみよう。一人前になったらわしが研究中の飛躍風花の材料を揃えてほしいんじゃが、まあいきなり焦らんでもじっくりと学んでくれればよい。薬の材料
料を集めて、おじいちゃんのところに持ってくればいいんだね。わかったよ、おじいちゃん。行ってきます。私は渡り鳥銀河です。薬屋さん見習いのあなたに素材集めの方法を教えてあげましょう。まずは画面上の気になる場所へ移動しましょう。行けない場所もあるから注意してね。移動をしていると頭の上にびっくりマークが表示されることがあります。そんな時は近くに調べられるものがあります。周囲をよく調べてみてください。もしかしたら薬の材料が隠れているかもしれません。隠れてないかもしれません。今回は初めてなので素材を2個見つけておじいちゃんに納品してみてください。それではチャオ。キノコはむやみに食べたらダメっておじいちゃんが言ってたよ。タルー、なんだろう、今強制的に言わされたような気がしたよ。これはフライトオニオンだ。どうする？素材が手に入ったね。木の箱だね。この岩はね、座るのにちょうどいいんだよ。卵程度のやつは通さないぞ。鶏になりたいなら一度調べた場所でももう一度よく調べてみなよ。通さないぞ、通さないぞ。卵程度のやつは鶏になりたいならもう一度よく調べてみ。キノコトリップ？樽って転がるから面白いんだよ。木の箱って古くなると可愛いよね。岩尾さんいるかな。メルンちゃん、今日は何して遊んでるんだい？おじいちゃんのお手伝いでお薬の材料を探してるんだ。じゃあ、これをあげよう。いやいや、礼には及ばんよ。ただいま。私はカエル。このゲームの音声設定を担当しています。ボイス設定はオンになっています。
おじいちゃんの本棚だよ。本は眠くなるからあんまり好きじゃないな。まずはそうじゃな。2個の素材を集めて持ってくるんじゃ。薬の材料は集まったかね？これだよおじいちゃん。それじゃあ素材を入れていこうか。ジメリコケだよ。うむ、ジメジメしとるが良い素材じゃな。フライトオニオンだよ。うむ、どことなく飛べる気がする素材じゃの。ちょっと少ないがこれで全部かな。一体どんな薬が生まれるかの。これは解毒薬じゃの。解毒作用のほかに風邪くらいの病気ならこれで治すことができるぞい。今回のメルの働きは成り立て薬師といったところじゃな。あの材料からこんなものができるなんて、調合って面白いね。